Hello， 大家好，我是鹿奖。今天呢，要实行一个秘密企划。简单来说呢，就是我终于要把我的头发剪短了。我已经很久没有把头发真的剪短了，大概有个两三年吧。那这次就想说，我如果把头发剪到比之前还短，我这样会有什么反应？这一次，因为也是我久违的剪短发，我也是很紧张，所以我也很认真的上网搜寻要给哪一个美容师剪，然后被我找到一个感觉超级厉害的美容师。他的 IG 我贴在这里，噔噔，就是伊娃桑伊伦先生。因为伊伦桑呢，我之前有看过他有上一些日本的电视节目，然后也有看过他跟其他日本的 YouTuber 拍。他在剪短发这一块领域非常知名，既然要剪头发，当然就是要找感觉在短发界很知名的设计师。那这一次呢，我除了剪发之外，还想染发，但是我完全没有决定我想要弄成怎样。那也很期待他会依照我的脸型，依照我的型来帮我剪出怎么样的短发。我从昨天晚上都超兴奋的，还兴奋到有一点睡不着，觉得今天就是充满惊喜的一天，除了可以第一次见到伊伦桑请他剪头发之外，可以看文档反应。那大家跟我走吧。那我现在已经到美容室了。那今天呢，他们刚才跟我讨论一下，有两位设计师要帮我剪头发跟染头发。首先剪头发是右边这一位，他是伊伦桑，然后左边这一位呢是今天帮我染头发的哈斯卡桑。アイドットの代表やってます。ショートの神様こと。伊娃桑です。お願いします。ルーちゃんをバッチリ切りますね。ありがとうございます。楽しみしてます。お願いします。アイドル東京若手ナンバーワン決勝戦に優勝した伊娃桑です。カラーを担当させていただきます。ルーちゃんを可愛くさせていただきます。よっしゃー。お願いします。ノリが渋谷だし、今日お願いします。お願いします。好，那现在我已经坐在他们的位置这里了。这个位置呢是各室，就是他们是让我自己一个人一个房间。どうも。お願いします。髪型的にはどんな感じがいいですか？結構ミチアップしたくて、あと髪はやっぱりちょっと明るくしたくて、お任せしたいんです。おお。何も考えてない。もうバッサリショートに行っちゃっていいんですか？全然いいです。わあ、楽しみ。今ねちょっとこう三角っぽくね重ためになってるんで、春なんでじゃあバッサリ行っちゃっていいんですね。わあ楽しみ。明るくしたいとのことなんで、季節に合わせた春っぽいお願いします。ブリーチしてもう一回透明感のある色でさせていただきます。岩さんのショートとは多分相性抜群になるから。お願いします。那现在呢，我要先漂头发。那现在漂头发呢，是要由哈斯卡桑先帮我漂。透明感のあるベージュなんですけど、ベージュってオレンジ色に色落ちしやすいので、ちょっとアッシュベージュみたいな感じで色落ちも綺麗になるようにブリーチを塗っていきます。根元はね、明るくなりやすいので開けて塗っていきます。新しい自分に出会えるのがすごい楽しみ。視聴者の皆さんもルーちゃんの金髪を見るのは初めてなんじゃないですか？自分自身も初めてですもんね。これから可愛くなります。我的头发现在已经开始有一点点变淡了，真的是我人生第一次的漂发，好紧张哦！他还这么年轻，就已经是这么厉害的美容师了。我现在的头发颜色已经降到有点金色的感觉了。就其实我的头皮是比较敏感的，很容易不舒服，所以我一直都不敢漂发。那他们有跟我说，因为这位哈斯卡桑他的技术很好，所以可以试试看。那现在我已经弄到这样了，我的头皮都完全不会不舒服。他说他有边注意我的头皮边小心的涂，就真的很谨慎、很小心。やっぱり伊和さんめちゃめちゃすごい人なんですよ。伊和さんのような美容師になって、どんどん世の中の女性を綺麗にしていきたいなと思ってたのが、今の僕の目標ですね。我要哭了，就是我真的觉得他们美容师都有那个坚持，就是说想要让女生变得更可爱，想让每个来的客人都觉得自己变漂亮。大家看他还这么年轻，就这样讲。カラーって綺麗なのは当たり前なんですね。やっぱりその人の服装だったりとか、肌の色だったりとか、そういうのに合わせて似合ってて綺麗っていうのを目指してるんですね。お話ししてみて、でこういう人からな、だったらこういうのが似合いそうだなみたいな感じで。すごいですね。使って保温していきます。これってブリーチって乾燥しちゃうと効き目効かなくなるんです。在漂发之后，我现在已经洗完头来看我的金发。わあ、すげえ。あ、レモンさんだった。ちょっと多分前回のカラーがちょっと残ってるので、ここはいい感じなんですけど、ここだけちょっともう一回軽く抜いて、色味を合わせてで色を入れていきます。我整个现在已经变成炼狱大哥了。等一下漂完之后，应该就会全部变成金黄色，就不是变成炼狱桑了。很不可思议耶，看到自己的头发是这样子的颜色。我现在已经漂完第二次头发了。哇！麦基，人生第一次的金发。那等一下再染成，我正式要染颜色。
他们现在呢是要帮我上正式的我要染的头发的颜色，超级期待的，因为我都是跟他们说随便他们怎么弄，所以我自己其实也没有很知道会弄成什么颜色。ちょっとまあ色持ちがいいように色は暗くなるけど透明感もある。好期待哦，我真的是第一次做这么大的改变，我大学的头发差不多长度到这里，那我是一次把它剪超短，这家一家漂发真的是我人生第一次，所以可能既紧张又期待。我现在已经正式的染完头发了，还没看见什么颜色，他们是你面子对不对？哇すげえ！え？もう見てもいいですか？まだ。どうぞ。暗く見えるんですけど、透明感がわかります。この特に光が当たってる面が、トップとかもめちゃめちゃ透け感が。すごい。乾かしてから楽しみ。乾かしたらもっと明るくなる。すごい。あ、わかります。この鏡大きい方で、肌が白く見えました。あ、そう、紫が多いんで、肌の黄色を抑えてくれるので、ここからはカットでございます。お願いします。もう思い切って短くいこうね。はい。すごい。こちら。全我剪好了，大概颜色，すごい好きです。めっちゃ短いよね。ありがとうございます。すごい、窓の感じが可愛いんです。嗯。而且我好喜欢它的这个染的颜色哦。結構初めてのブリーチって色落ちしやすいんですよ。なのでちょっと紫を入れてあげて、アッシュベージュっぽい感じで、まあアッシュが入ってるので色落ちが柔らかく落ちてくれる。一見こう見ると暗く見えるんですけど、自然光とかにすると。確かに。我好喜欢这个头发哦。ルーコッチ。もともとの私。もう証明写真みたい。バッサリいったね。そう、めちゃくちゃ切りました。我把头发在这里，它接包剪到上面，真的很喜欢这种一次剪这么多的感觉。すごい嬉しいです。初めてのブリーチも全部一緒に含めて、もう最高でした。ありがとうございます。イメチェンできました。岩さんとはるかさん、ありがとうございます。すごい満足度がめちゃくちゃ高いです。コロナが終わったらぜひ台湾の皆さんも。ウェルカムジャパン。みんなもぜひ来てみてください。本当すごくおすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい。お願いします。私が入るまでプーちゃん目閉じて。はい。後でわかるから。お、サプライズかな。目閉じました。うん。私をあと見てくださいね。三、二、一、はい。私を見て。はい。めっちゃ可愛くなってんじゃん。本当？ショート似合ってるね。髪の色もなんかちょっと抜けてる。ブリーチかけたの？かけたかけた。人生初。あ、いいね。しかもめちゃめちゃショート似合ってんじゃん。本当？これがサプライズか。そう。なんかもらえるのかと思ってちょっとドキドキしたんだけど。これはこれでいいサプライズだ。なんかめっちゃ若返ったかも。若返ったってやめて。ハーフみたいだね。ほら、私めっちゃ好きだよ。あ、いいな。噠噠，我真的好喜欢我这个头发哦。他说我现在的这个颜色呢，虽然还没有很浅，但是洗了之后呢，颜色越来越浅。我要再逼当来多称赞我的头发。ふちゃん、もっと褒めて。なんだけ褒められたい。
褒められたいもん。だってせっかくイメチェンしたから。でも可愛いな。ずっと触りたくなる。本当、マッシュルームみたいでしょ。イメチェンすると元気出るね、本当に。那不知道大家觉得我这次弄的头发怎么样呢？其实我是真的还蛮推荐，就是他们那两个人的，因为我其实是第一次漂发吧，还蛮紧张的。但是那个哈德卡桑，他就是很认真的跟我说明非常多细项，让我会觉得比较安心，而且染的过程完全不会痛，我自己觉得真的很棒。然后那个伊伦桑也是，他在日本美发业界在短发这一块就蛮知名的，算是蛮有指标性的人物，所以可以约到他，我真的很开心。剪的真的是快很准，就这一次我非常的满意。如果台湾大家想要剪日系的发型的话，之后开放旅游之后呢，大家也可以来东京这里给他们剪。我自己真的很喜欢我这一颗头。富家，那你喜欢吗？喜欢。那接下来呢，我就会继续以短发滋滋跟大家见面。谢谢大家今天看我这一支影片，那我们下次影片再见，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。